サークルいきましょう。プテフジと一緒にメイン脇富士宮シャワー方面、明暗もシャワー方面、富士宮とシャワーの奥ですね。違い、一発で缶決め込んでメインの扉開けて、停電になるのが即早いからの、ナイス。梅健さんはどういう感じでボタン押したんですか？金庫を着替え、押そうとした瞬間停電になった。最高ですね。で即ボタン、完璧です。ではなかったけど最高ですね。完璧です、うん、最後右、疑う人がインポスターです。いや最高ですね。怪しい。疑ってませんよ、はい、僕は。はい、疑ってません。ありがとうございます。やっぱね、初手のねサボタージュが鳴った後に押すボタンが一番いい。ちなみにちょっとしてからね、その即ボタンではなくちょっとしてから、サボが開けてちょっとしてからあの鳴るボタンが一番いい。なぜかというとその後サボは入らないから。30秒間ぐらい視界も広くや何でもできる時間が続くので、一番いいです。そこで死体が起きないのが、ね、最高だね。死体が起きなければなおよしですね。ウメケンさんはでも速ボタンでしたから若干怪しいね。速ボではないからね。ウメケン怪しくなかった。はい、おい、キッチンバーガー。キッチンバーガーな。まあ高田さんは怪しいね。停電中に多分キッチンから入ってきてるはず。違うよ、俺ダウンロードだよ。展望ダウンロード、停電直し。ミロちゃん見てると、見てます。あ、同じ位置でダウンロードしてます。じゃあないか。メロタカ無理やな。片鎖して俺無理だよね、きっとね。そうですね。基本メヤさん無理、まあ、絶対無理だ。僕がエレキずっとガチャガチャいるんで、メヤさんがバイタル方向抜けてるから無理です。片鎖はエレキガチャガチャ。原産シャワーからの移動は？エレキなんですよ私。で、上げ上げタスクを今やって、もうちょうど終わったぐらいだから、今アスタリスクにいるんですけど、片鎖さんがエレキにずっとおられるんだったら合いそうだなと思っちゃいます。ガチャガチャのルートは原産。あ、もう本当に U の字です。7、4、1、2、3、6、9、アスタリスク。タサコは一応俺と別れた後戻ってキッチンの方にはまあ行けなくはないかもしれんね。アスタリスクやって真ん中ぐるぐるやってからガチャガチャスタートだから、まだ中盤ぐらいですけど。今回あのアルファベットの W みたいな感じで2、5、8っていう、そうぐるぐるのルートもあるんで、まあタサコさんがそこにおられるように私が移動したんだったら合わないのもありそう。浮いてて容疑者位置なんですが、最終金庫室にいます。で、宿舎沸いてくれたら次扉が右だけ閉まってるので、それで証明できるはず。はいはいはい。僕貨物脇して、エンジン級からラウンジアーカイブシャワーメインエレキで席の方に行って終わり。神は最後までアーカイブでトータスさんに置いてかれてるはずです、うん、あーなんかコンタスクやってたんじゃない。そうか、ちょろちょろしてる人はいたかも、ね、アーカイブ撮った時、はい、あ、誰か。兄さんが配線タスクやってる時に僕タオル集めながら、ゲンさんがシャワー奥から出てくるのすれ違って、ロミジェリの入力と、回収で最後タオルのところにいてます。プテ君移動しすぎじゃないですか。ね、そうね。いや、まあまあまあそう言われるかなとも思った。プテは通っただけではあると思うけど、一応プテとも会ってないな、うん。メイン弁当ができそうなのがプテかトータスタンって感じでいいですか、ね。うん、ハイブリさんもいい。これはね、エンジン弁当ができる、うん、ああなるほど。ただその宿舎の扉で それができないと、多分藤宮君とかに思ってもらえると思うんだが、藤井ネロと。まあでも別れた後ダウンロードアップロード終わらせてるんで、まあ開けてから弁当は一応使えちゃうかな、うん。そっか、コックピット行ってのは見られてないのか。うん、ネロちゃんとメイン脇ハイブリさんが、シャワー方面行った。トータスさんが貨物から買い物したシャワー方面行った。ハイブリ、トータスの順でシャワー方面。ネロちゃんは、ネロちゃんもシャワーだっけ。トータスさんだ。
あら。はい。唐突の死体が暗室の中。あ、中見ときよかったな。ねおちゃんと、あ、ごめん。はい。高田玄がミーティングでニケルトンできないです。隠しろです。僕、コミュニケーション通路の今、下の扉開けたぐらい。ネロちゃんは、ガン浮きです。はい。エレキ。開いてたかな。僕、エンジンからあの左の扉開けようとしてるとこです。メインは藤宮は無理そうかな。トータスさんってね、うん、ハイブリスさんの後にシャワーに入ってった人物なんだけど、ハイブリスさんってシャワーかなんかでトータスさんとすれ違ってますか？すれ違ってないと思う。ハイブリさんってアーカイブからシャワーに行ったじゃないですか。そう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 。その後ろを到達さんがついていってる感じなんですよ。ちょっと後に。あ、じゃあ多分ね、俺が先脇して、うん、すぐ配線タスク始めてるから配線で見えてなくって、で到達が降りたと思う。でその後俺、通路側のタオルだけ回収した後、配線がすぐメインに湧いたんでメインで配線やって、その辺りでコミサボになった時にネロちゃんが、メインの方を左に行く。俺はタオルの残り回収をして今もう一度メインの方に行ったら死体発見。うん、まあ、コミュ中ですよね。うん。あれ他はメヤさんはどこにいるんだっけ？貨物。まあ直近貨物で会ってる。ラウンジから来るメヤさんと会ってる。まあプテは釣りたいけどね。そうね。まあ僕それはさっきの容疑も込みですか？うん。さっきの容疑か。言われたらな。エレキで原産ハタサコみたいな話があったけど、僕はそれも見れてないからね。プテの対抗はどこになるの？僕の対抗どこになるんだこれ。まあ原ハタ見れてないからな。まあでも原産が高田さんと今回隠しろ取るんだったら、そうですね。木かハタサコにしようか。あと今更ですけど、私初手手で直してます。はいはいはい。はい。剣士が直したんじゃないの？いや、初日。あ、はいはいはい。まあ、コミサボのキッチンから湧いた人は、ちょっとそのルートを見てほしいわ。扉が開いてるんで。ちょっとマットだったら嫌なんで、シェリフです。おお、助かる。6秒ぐらいかな。次のターン、発砲絶対してほしいな。え、これ、釣り切った後ってことですか？ 7 人だったら絶対ネロちゃんを発砲してほしい。でもこれ、コミサボだから。あ、そっか。一旦議論挟んでそうだよ。タスク全然来ねえ。ういはい。サボは僕が直しました。はい。おお、また誰か聞いたけど。まあ、ケンタカは疑ってないから。初手がネロちゃんがハタサコ切るとか、ハタサコ切るぐらいだよな。まあハイブリさんもあるんだよね。まあ俺してメヤさんも一応まあアーカイブとかでは切れちゃうけどぐらい。そうだね。俺アーカイブでやってる場合はハイブリさんがその気が。いやアーカイブはそうだね。ちょっと待ってね。いや違う、初手の話でだよね。まあ初手はほぼプテでいいんじゃない。初手はまあハタサコもあるけどね一応。初手に、うん、そうだね。初手に関しては僕もまあロラでも構わないですよ。プテで落ちてるとは思ってるから。ネロちゃんがよさっきのターンの容疑者だから、ネロちゃんに能力を使ってほしくて、それを誰に使うかっていう感じでしょ。うん、で高原が白で、俺目線、まあ、藤宮もやってなさそうだし、なると、まあ、初手切るのプテの対抗でいくんだったら、畑坂ぐらいなんじゃないっていう話じゃないの。うん。宮藤が貨物で合ってんのよね。一応、まあ、最後の方、うん、タオル回収と、うん、あの一応奥のカンカンもやってから戻ってメインで発見なのね、さっきのターン、うん、なので、うんうん、宮藤の、陣外がある場合はその貨物から、ベント飛んでメインで切って俺がそのカンカンやったら、ね、飛んで切るぐらいやと思う。ハイブルさんの動きってシャワーメインシャワーメインってことですよね。アーカイブシャワーメインシャワーメインです。そう、弁当で飛んでまた戻んなきゃいけないから貨物に。そうだね、まあ、やっぱ薄いと思いますよ。そうりすぎなきゃいけないですよ今。そう初手で目が傾いてるからあんま手で落ちてる前提だったらさ、目は藤どっちか発砲して、いやそうそうそう、そっちの方がいいと思うよ、うんうん、俺藤宮は落ちてる前提だ、うん、そっちの方がいいと思う。
なんか俳優さんが人類っぽく、自爆したら旗底釣るけど、それでもいいなら。自爆して旗底釣りならまだいい。メア富士どっちかに人類がいた場合にケアができないから。自爆しちゃったらメア、だってこれメア富士白で、プテで落ちてる前提だったら。違う、だから、ちゃプテで落ちてる前提なんだから。自爆したらメア富士白になって旗振り釣るだけ、うん、そう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 めちゃくちゃクリアだと思うから俺めちゃくちゃクリアまあまあ一応俺してメイヤさんは完全白ではないからまあそれはお互いそうってことだよねいやまあ、まあ、いやメイヤさんしては俺は絶対白だと思ういやもうじゃあメイヤ打った方がよくない、うん、そうだまあそうじゃあメイヤの方がいいできたらメイヤさんの方が嬉しいけどぐらい俺じゃあコミューサボ行くわ現場ゲンタカの方がいいよねメイヤ葉っぱで一緒ゲンタカが現場でお願いしますこれコミューサボハイブリさん視点で俺が弾けないわけがないんだよ意味わからないじゃんハイブリさんでだってさどう考えても弾けないとおかしくないむしろハイブリさん視点でメインのキルをどうやって俺がやるのって悲しいじゃんおかしいよそもそもねって思わんかこっちでもいいやろじゃんこっちでもどう爆発自爆ですじゃあメア富士白で旗振りどっちかでいいんじゃない、うん、ハイブリさんはなんかワンチャン下位置ずらしてそうな気がするんだけどどうなんだろうなマットっぽいってことあまあ下あるかインポスターでもずらしてあるか、うん、ネロちゃんがさ通った後にそのレポートをすることで確かにそうなんだよななんかネロちゃんに塗ろうとしてんのかなっていうところがあ、ね、普通にネロちゃんはほんまに疑ってたし別に俺からでもいいよ俺の懸念は、メイヤ君懸念があったから、でハイブリさんそれだけだったけど、俺がどうやってメインキルするのかがもうあだから、メイヤ富士の二陣外だけケアしてたの。だから、この発砲があることを、合ってないんですか、貨物で、そうそう、死人があるっていうのを出してるのが、マットからのナイツであった可能性があったので、それだけケアしたいから、発砲するのにメイヤ富士の方がいいんじゃないっていうのを、さっきの議論でも俺も乗っかってたやん。それでその上で旗振りでローラーしたらいいよっていう話を俺は進めてたつもり、うん、てこれ ね多分停電中だからマジでどっちからでもいいですいや直した直してる俺が直したから直したまあでも多分マット候補がね旗振りしか残ってないからまあどっちからでも良さそう他なんか否定できるもんな上がってなかったなマット候補旗振りしかいないか初手源さん直しで2ターン目俺1キル目そう高田さん直してるからそうで、宮さん自爆、俺今回直してだから。ああ、そこそこそこ。うん。ああ、そうだ。うわ、どうだろうな。どう上がっても勝ちか。まあ、畑さんこよりは、まあ、ハイブリさんの方が怪しさはあるじゃん。まあ、マットだったとしたら、うんうん。どっちなんだ。ハイブリさんだったらでも。でも、マットはなんかレポートあんましなさそうだけど。しかも、あれ、コミサボ中 の、ま、あのレポートやからね。まあ、落ちてんじゃない、マットじゃ。うん、の方がだから俺はサコかなと思ったけどだとしたらわかんねえな、うん、あの明役にネロちゃん塗りそうって言ったけどそれはそう見えて当然、うん、俺はほんまにネロちゃん疑ってたからいや俺もハイブリさんの話聞いたらネロちゃん怪しいなと思ったんですけど、うん、今カメラ見てないかとってあ僕ですよあじゃあまあワンチャンあるかいやその停電治ったの気づいてない人外もあるのかなって思っちゃっていやわかるけどカメラだと、まあ、そうカメラだと、まあね、クルーでもわかりにくいよなっていうまたそこ行きますはい、はいまたそこで終わりそうだけどバットはハイブリさんの方がありそうかもしれないじゃあハイブリさんまではい、はい、忘れそうだ終わらんかったら地獄やねんけど俺さすがにハイブリさん人外あれシクルだーシクルだーごめんなさいハイブリさんいや確かにねメインシャワーメインシャワーは梅毛みたいなことしてるからいやそれよりハイブリさん視点で俺弾けないかなっていうところうわちょっと議論が待ってこいよと思っちゃった面白いいやそうねまあまあ気づかったなゼロちゃんのセリフもなんか信じきれなかったしないや信じれなかったらその下位置やったらめっちゃゼロちゃんやじゃないと思っちゃった正直いやそうなんですよね難しいしいやクソ怪しい位置だと思うずっと、ね、めちゃくちゃ怪しい位置だ